ヤミゾ山は、茨城県と福島県の県境にある標高線21.8メートルの山である。茨城県最高峰の山である。山頂は、福島県東白川郡田名倉町と茨城県、久慈郡第五町との境にあり、栃木県との境界から東へ1キロメートル未満の距離にある。ヤミゾ山地の手法で北陸には、久慈川の源流がある。 八合目の南麓には九字川支流の闇添川の源流である闇添川遊水群があり、水戸三国が命名したと伝えられる闇添五水が名水百選に選ばれている。樹木はブナ、竹カンバ、カエデ、水なら、杉などが自生していて、保護林の闇添山天然林がある。山頂には日本の城を模した展望台があり、展望台からは、 阿武熊高知をはじめとして万代山、奥、日光、那須連山などの山々を望むことができる。気象条件に恵まれれば、筑波山や富士山が見えることもある。東京スカイツリーは、肉眼では見えないものの、撮影に成功した例がある。古来よりの信仰の山でもあり、山頂に豊作祈願の神である闇ぞれ神社が、 8号目に、坂道33箇所の21番札所である、日輪寺がある。闇さんの名は八つの谷に分かれた山陽から空海が命名したと伝えられているが、日輪寺の名もまた空海がこの地で邪気を退散させた、伝説に由来すると言われる。源氏元年9月の天狗島の乱では、水戸天狗島の別動隊の田中玄造他300余命が追悼軍に追い詰められ、 山頂の闇ぞ霊神社に立てこもった。しかし、食料不足、情勢から神社前で隊を解散した。田中、隊員たちは下山後、捕獲され、ほとんどが処刑された。山頂まで登山道があり、公共交通機関で行く場合は、JR 水軍線、日立大森駅から茨城交通バスでジャーナまで、約45分、ジャーナから山頂まで徒歩で、約3時間かかる。 また、山頂まで舗装された林道と茨城県道248号、闇蔵山公園線が通じており、自動車で山頂付近まで上がることもできる。林道は細く急なカーブの連続、きつい勾配もある。県道248号は2014年3月に開通した。闇蔵山線林道途中の8号目にある、旧山道入り口、及び山頂にほど近い闇蔵林道と、 闇蔵山千林道の交点には駐車場とトイレがある。ありがとうございます。